四国、松山、道後温泉や松山城など観光スポットに恵まれた都市です。でも知ってましたか？実は松山には瀬戸内海に浮かぶ島々、忽那諸島があるんです。日本史にも登場し、歴史上重要な役割を果たしましたが、これまで知られる機会がありませんでした。そこで今回、私たちは忽那諸島を全国の若者にセンセーショナルにアピールしたのです。謎島からの脱出。まず忽那諸島を舞台にしたオリジナルアニメを公開。松山ゆかりの著名人を声優として起用し、若者が興味を持つきっかけを作りました。スペシャルサイトも開設。キャラクターのイラストやセリフを活用し、 SNS で拡散を促進。興味を最大限に引いたタイミングでイベントの開催を発表しました。ファンが急増中の謎解きイベントを東京大学アナザービジョンと制作。忽那諸島の中心、中島を謎島と名付け、謎解きの舞台とすることで今までにない魅力を創出。都市部からの参加者は航空会社と組んだ特別ツアーで来場。プログラムは行きのフェリー乗り場から中島全土を移動し、帰りのフェリーが港に着くまで。その工程は同行取材したメディアによって番組内で紹介されました。参加者の満足度は 91% を記録。メディア露出を広告換算するとイベント費用の50倍以上に。アニメやウェブサイトによる事前の盛り上げ、今回の新しい形のイベント、松山の新たな魅力は若者たちに深い印象とともに刻まれたのです。松山への謎解きにはぜひ専用アプリを。松山でお待ちしてます。